9回の表、聖カタリナ学園高校の攻撃は2番ファースト矢野くん、ファースト矢野くん、4番キャッチャー田中くん、園くんに代わりまして代打長谷川くん、バッターは長谷川くん、
ご覧のように3対2で済美高校が勝ちました。第2試合の松山学院高校対愛大附属高校の試合は11時30分開始予定です。試合開始までしばらくお待ちください。